何間違ったの。お前と一緒に頑張ってきてたの。夏はすごい最高の夏でした。泣いて笑って泣いて笑って、ね、もう情緒不安定です。これでも日本一いい番組ちゃいます、ね、部活ピーポー全力応援部活ピでは続きまして私が紹介させていただきますのは鹿児島県にあります神村学園高校のラストミーティングです、はい。まあ、神村学園といえばねもちろんその男子の硬式野球も強いですけれども、ね、日本で一番最初にできた高校女子硬式野球部なんですよ。でそこを作った監督さんが今も監督をされていて、選手たちは日本で最初に女子硬式野球部を作った監督が最初に女子で甲子園に立つべきだと、まあ、そうですよね。その思いはありますよね。はい、プレーをしてたんですけれども、その思いが詰まったラストミーティングになっております。修学館に負けた。そうです、修学館はここ 2,3 年でできたチームなんです。同じ九州の対決ですよね、うん、で結構こう交流もあるみたいで。あ、そうですか、うん。これもいいゲームだったな。これキャプテンなんですよね。うわ、なんか私見てて、いやどのチームももちろんその甲子園でプレーしたいっていう思いはみんな強いんですよ。みんな強いんですけど、うんうん、挨拶し終わった後にその場で崩れ落ちて立てなくなったチームっていうのはこのチームだけだったんじゃないかなって、私が記憶する中では、見た中ではですね。めっちゃ泣いて、あれ泣き声ですか。まあ、泣き声です、あれ。誰か、私も誰、すごい泣いてますよね。選手なのか保護者の方なのか分かんないんですけど。保護者じゃないでしょ。分かんない。保護者あんな泣いたら、さすがに俺保護者で嫁やったらちょっとお前離れようかって、ちょっと離れようってなります。でも選手でいました、あんなになんか泣いて、そこまでの声が上がってる子が。でもね、それぐらいこう止められないですからね。うん、止められなかったんでしょうね。だと思いますね。だから本当に神村学園ってもう多分できて97年にできているので、はあ、もう20年以上になるんですね。はい、はい、もう優勝も春夏合わせて9回ぐらいしてるんじゃないですかね、確か。あ、そうなんですね。それぐらい強い学校、名門で、はい。でもだからこそ長いことやってるからこそこうやって負ける時もある、うん、でもここで終わりじゃないから、みんな続けて、悔しくても涙しても続けていこうっていうのをね、おっしゃってましたもんね、うん。だから今後の人生、野球をやめるかもしれないし、また野球は続くかもしれないけど、うん、この後の人生のこともちゃんとこうお話ししてくださる、やっぱこの橋本監督っていうのがやっぱずっと続けられてる監督さんだなって、うん、いや素晴らしいですね、うんうん。さあ続きまして、私が選んだのは北海道の尻打ち高校のラストミーティングなんですけども、ここのキャプテンとね、その監督のね、この2人の関係性が見える2人のシーンがなんかグッときましたんで、絶対グッとくるから絶対グッとくるから。
甲子園って何なんだろう、甲子園って何だっていうのずっと考えてるとやっぱり行きたくなっちゃうんだね。行きたかったなって本当に目指すもんだから行けなくてもいいじゃんって思ってた俺はもういなかった。行きたかった。あの3年生さ、お前らのやってきたことは試合には負けたけど負けてないから、試合の負けは俺のせい、俺がもっとお前らを乗せてお前らのいいところを出して何が何でも勝たせることができたらよかったんだろうなって今は反省してる。だから負けたことで下向かないで、ね、やってきたことで、お前らの場合これからがすごい大事だから、これから未来に向けてやっぱ明るく楽しくもう一回やるべき。何喋る？ごめんじゃ、申し訳ない、勝てんかったな。何間違ったんだけど、お前と一緒に頑張ったんだけど、何だよそれが。もうお前が行けんかったから行けんって、行かれへんって俺思ってた。俺はお前と出会えてよかった、っていうかお前が俺を引き寄せてくれたんだとは思って、ありがとう、最高の、ありがとう、ありがとうございます。痛い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 。本当にもうなんか一心同体というか、ね、もう二人で心中だぐらいの覚悟でやってらっしゃったんだろうなって。何間違えたんだろうなって、ね、もうあの言葉はドラマでもないですよ。あの本当に何にも間違えてないお二人がね、何だろうなって言った時に、このあのキャプテン川村くんがねこうポロポロってこうね、うん、泣いたんですけど、監督さん、ね、いい方だな。全部監督のせいになるんですか、もうなんかどこ見ど、いやもうどこの試合見てもお前らは悪くないって言うじゃないですか、うん、はい、いやもう頑張ってるのを見てるし必死にやってるし、でだから監督としては多分勝たせてあげられなかったっていう、そこの思いが多分一番なんだと思うんですよね。最後ねこううわーって抱き合ってね、あんな監督の方が1対1で監督の方がめっちゃないっていうか、そうそうそう、あんまねないじゃないですか、はい、キャプテン笑顔でしたもん ね、でも多分あの笑顔見た時にもう我慢できなかったんでしょうね監督ね。なんか関係性がすごい素敵ですよね、ねえ、お二人の。この知内高校は去年の秋北海道ベスト4まで行ったんですよね。監督も本気でこのチームでこの3年生と甲子園行きたい、行けると思ってたんでしょうね、うん、だからこそのこのあのセリフやったのかなとかも思いますしね。お前で行けんかったらもう行けないよってねえ、すごいなと思いますわ、すごい本当に。続いて私がご紹介させていただくのは島根中央高校のラストミーティングになります。まあまあキャプテンですね、もうキャプテンの言葉に私は涙腺崩壊しました。どうぞ。夏はすごい最高の夏でした。まあ、1回戦で終わってしまったんですが、自分の中では一番勝った試合だと思ってます。応援ありがとうございました。よっしゃ、はい、おめでとう。3年生2年間半お疲れ様でした。いや本当に最初もう野球ができるかなって思うぐらいいろいろあったけど、今振り返るとやっぱいい思い出だね。すごいいい思い出。自分一人で作り上げたチームじゃないなって思います。
みんなで作り上げたチームだし、でも楽にキャプテンができた、自分は。いろいろあったけどね。いろいろあったけど、でも楽しかった。みんなとした野球は。うん。やばいね。ダメが高ずっと。いや、本当に、寮とかもみんなで一緒でさ、ずっと2年間半、ずっと一緒で、すごい楽しい野球人生が歩めたな。ありがとう。本当に2年間半と、1年間半と、あと、数ヶ月、半年ありがとうございました。ありがとうございました。いや、来ますね、この。このね、片山キャプテンの言葉がね。笑顔のこう涙ってダメですね。なんか笑顔でね、こう、はい、流れ落ちていくなんか涙っていうのをね、なんか明るくしようっていう感じで。ええ子やな、あの子。まあ、俺、会社してたら就職させたい。自分が会社やってた、ああいう子を取りたい。そうですよね。はい。本当になんか素晴らしい人間性やと思う、うん、やっぱりあのキャプテンの一言目、保護者の方に挨拶するあの一言目が、今年の夏は最高の夏でしたって言えるってすごくないですか、ね、いやいいですね、いいキャラクターというか、うん、この人柄ですよね、はい、うん、なんだろう、本当にこう出てきたものをそのまんま言葉で表現して、うん、はい、なんか本当に出てきたも表現というか、もう出てきたものを多分出してるんですよね、きっと、ね、2年間半っていう言葉あるんですか2年半じゃないですか、2年半だと思います。2年間半っていうのがなんかまた可愛かったです。可愛いですね。最後も1年間半って言ってましたもんね。1年間半もう僕も そう言います、これから2年間半もうなんか会いたくなりますね、彼女。いや、本当に私毎日来たくなりました。今日ゲストで来てないですか、こう呼んでない、彼女。今日は来てないんですよ。2年間半。そう、でも本当に私も、はい、わ、この子会いに行きたいなって思いました。なんかね、うん、やっぱりそのね、高校野球でこう学んだことを全員がこの上で生かすわけじゃないですか、うん、そのことに関してはやっぱりこういうラストミーティング見てると、あ、もう間違いなく大丈夫やな、安心っていう子たちばっかりですよね、うん、見てるとね、うん、ブカピに紹介してほしい部員の皆さんはハッシュタグブカピ出演希望をつけてツイッターに応募してください。採用されたらブカピグッズをプレゼントいたします。皆さんからのご応募お待ちしています。さあ、2週にわたってですね、はい、ラストミーティングを紹介してきましたけれども、はい、うん、上条さんいかがでしたか、はい、なんかこう心の収集がつかなかったです。なんかもう本当に、はい、そうなんですよ。 V 見て泣いて、間のトークで上条さんに笑わせていただいて、はい、だからもう泣いて笑って、泣いて笑って、はい、もう情緒不安定です。これでも日本一いい番組ちゃいます。本当ですよね。俺ずっと僕以外の誰がやっててもずっと見るわ、俺これ。ずっと見れるわ、ずっと見るわ。これほんまに高校野球の一番の真髄の部分やと思うんでね、うん、僕本当に、うんうん、まあ、僕はあのやっぱりこの男子の野球ばっかり見てきたんで、はい、女子高校野球っていうのを見たことがなかったんですよ、はい、あのラストミーティング見て、もうこの高校野球に男子とか女子とかって何もそのないんだなっていうのが、うん、同じこと学んで、同じグラウンドで同じ汗かいて同じ涙流して、いや本当に、ね、今年から甲子園でやるっていうので、いや本当にもうこれ素晴らしいことだなって思いました。うん、素晴らしい。本当になんかね、これまで高校野球は男子だけのものっていうようなイメージがあったけども、うん、それをねこう変えるには、まあ、今回今年がそれは初めてかもしれないけど、やっぱりこれまでにね、女子野球に携わってきたいろんな方の思いがあって、そうですよね、いきなりポンってきたわけじゃないですもんね。ああいう神村学園の監督さんであるとか、ああいう方がずっと積み重ねてきた結果がね、そうなんですよ、出たということですもんね、はい、いや改めて本当に高校野球に男女ないって思いました。もうありがとうございます、はい、嬉しいです。かっこいい、全員かっこよかった、うん、はい、
そうですね、今回も紹介しきれなかったラストミーティングはまだまだ YouTube ブカピの方にありますので、はい、まあ、今日ご紹介したのもちょっとこう短くしてるのでフルバージョンもぜひもっと皆さん見ていただきたいので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、さあ最後になりましたが上條さん、はい、何か言い残したこととかありますか？言い残したこと、あのね、うん、俺多分人生で一番今日泣いたと思うんですよ。全部もう涙枯れたと思うんですよ俺。それぐらいなんか涙出た。はい、なんか本当にグッとくる番組に呼んでいただいてありがとうございました。はい、私もなんか上條さんご一緒する時で大体高校野球絡みなので、はい、毎回お互い泣いてる気しかしないです。そうそう、毎回泣いてる気がします。今日始まる前から泣いてましたよ。いやいや、まだ我慢してたつもりだったんだけどな。はいはい。